でメダカと一心同体で生活してたらもう事実上ほぼメダカになっちゃってますね。人間の見た目をしたメダカ。楊貴妃の話なんだけど、あの子はたった1匹メスで生まれてきて、これは私にとってはもう宝物の宝物で、こいつ何者だよ、ほんまにどっかのお姫様かと、位の高いと思ったから、あれが楊貴妃になってるんです。その頃からもう楊貴妃が浮かんでたんですよ。それで楊貴妃って名前にしたんですか？もうつけた名前じゃないし、なんだこのメダカは、えらい位が高いよ。それもね、20歳ぐらいの M サイズの若い子だから、普通ならどんなオスでもね受け入れるはずなんですよ。すごくない？楊貴妃の生みの親がエピソードを教えてくれたって超貴重な回だよ。これがあの有名な楊貴妃です。理事長が改良して作った楊貴妃。綺麗ですね。これがピュアホワイトです。綺麗ですね。白い、ここまで白いのは珍しいね。うわぁ。これもすごい綺麗です。これはなかなか珍しいんじゃないでしょうか。黄金メダカです。メダカの縁が全部金色に輝いております。綺麗。わかってるね、カメラ。全部カメラ目線、この子たち。かわいい。さあ、続いては、銀河と言います。この子たち見てください。七色に光ってます。あと、尾びれとか背びれとかがちょっと特徴的じゃないでしょうか。珍しい。いまして、こちら、ピュアブラック。これは、メダカ協会の大場理事長の原点でございます。このピュアブラックから改良メダカが始まったそうですよ。目を見てください。鋭いサメのような目をしております。ちょっと他のメダカと顔が全然違うのが特徴です。続きまして、大場理事長が3番目に作った、琥珀という子たち。縁がオレンジ色で、すごくこう、ヒレが動いた時綺麗ですね。かわいい、穏やかな子たちだと思います。好きだよと言えずに初恋は、これが私の大好きな初恋でございます。この子をですね、私はオリジナルメダカちゃんにしたいわけです。かわいいね、このぽっちゃりぷっくり、かわいいね。初恋です。何しに行ったか知ってます？外に出るんじゃなくて、この山の中で息子を探しに行ったんです。面白すぎるよね。指導ですのでね。指導っていうか、庭だ。マイクで聞いてたよ。面白いね。やっぱり、想像力の違いだよね。私たちみたいな教育にはすごい必要なことだと思うよ。想像力とか、ちゃんとみんな鍛えた方がいいよ、スタッフも。私のことを変態って言うんじゃなくて。本当に大事なことよ。ね。何でもそうだけど、ペットとして飼って、飼えなくなったから放流する。もうこれはもう絶対ダメです。メダカってちっちゃくてささやかな生き物だけど、やっぱりすごく生態系とかその文化っていうのは守っていかなきゃいけないから、絶対にやめてください。よろしくお願いします。